はようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。7月29日日曜日の全国の天気をお伝えします。まずは9時の予想天気図を見ていきましょう。台風12号は1時ごろ三重県の伊勢市付近に上陸しました。その後も西へと台風は進んでおります。今日は西日本を中心に荒れた天気に警戒が必要です。最新の情報をこまめにご確認ください。では全国の天気アイコンでも確認していきましょう。西日本では大雨嵐アイコンを採用しております。雨風が強まり荒れた天気となりますので十分にご注意ください。また先日の大雨の被災地でも荒れた天気となることが予想されます。危険な場所には絶対に近づかないでください。また各自治体から発表される情報もこまめにご確認ください。そしてフェーン現象で北陸を中心に気温が高くなります。40度に迫るような気温となるところもありますので熱中症対策をしっかりと行ってお過ごしください。以上全国の天気をお伝えしていきました。それではこの後もお気をつけてお過ごしください。